続きまして、各プロジェクトマネージャーよりプロジェクトについてご紹介いただきます。はじめに、東北大学教授片桐秀樹先生より、糖尿病および併発疾患の克服を目指してと題しましてご発表いただきます。片桐先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。糖尿病や併発疾患のところのプロジェクトのプロジェクトマネージャーしております片桐と申します。今日は進捗報告ということで、この1年 の, 進捗を中心にご報告申し上げます。ご存知の通り、糖尿病というのは有病者1000万人、予備軍を入れると2000万人 の, 国民病です。で、動脈硬化や心不全は日本人 の, 主要な因死因でして、これは糖尿病が元で起こることが多いですし、またここにあるように失明や人工透析に入る方ということも非常に多いということになりますが、まあ、驚くべきことに 23% の人が実際糖尿病でも受診をしていない。それから人工透析に入る方の、まあ、重症の合併症を起こす方の通院期間はわずか2年。どういうことかというと、知らずに放置している、あるいは、進行性で治らないために、あるいは一生続けないといけない治療、まあ、食事療法みたいなことをやら課せられるためにですね、まあ、そんなことやってられないということで、通院しても来なくなっちゃうというような患者さんが多いわけです。まあ、我々糖尿病を見ている医者としましては、病院で座して待っていては、この重症になる合併症の方々を救うことはできないので、まあ、できるだけ簡便にそのリスクのある人を見つけて、それでそれをただ見つけるだけでは、まあ、価値はまあなかなか強く高くならなくて、それをどうやって元へ戻すか、回復するかということに目指したことを進めると、まあ、そこが我々のまあムーンというわけです。でただですね、じゃあ糖代謝正常は分かっているのかというと、血糖値が一定に保たれるメカニズムというものは実はまだまだ全然分かっていないというのが私の印象です。ですので、その仕組みをまず解明し、それを元にして理にかなった、検出方法や予防方法を見つけていくということが、まあ、このプロジェクトの最終目標ということになります。でここには糖代謝の研究を進めるメンバーに、まあ、錯覚種の関連疾患、あるいは薬学性神経、炎症免疫測定技術、ゲノム AI、バイオインフォーンティクス、それに先ほどからお話出てます数理の先生方が連携して、このムーンに向かってショットしていくということを進めているわけです。で、まあ、一般的に糖尿病糖代謝のメカニズム、甲状腺のメカニズムというのは、まあ、中学校の教科書にもこういうふうに書いてあります。血糖物を食べたら血糖値が上がる、上がった血糖値を認識してベータ細胞がインスリンを出す、まあ、これを糖糖性インスリン分泌というんですが、それで出たインスリンがいろんなところの細胞の中へ、糖を入れる、インスリン応答性糖取り込みで上がった血糖値が下がるんだというふうに考えられているんですが、まあ、なので、まあ、教科書にもそういう書き方がされていますので、じゃあ糖尿病の時にはこれがどうなっているかというと、特に病初期は、この初期インスリン分泌が落ちる、あるいはまあ肥満なんかがそういうインスリン抵抗性インスリン作用を落とすんだというようなことが知られているわけです。でそれに加えて、私たちは、まあ、この、臓器官ネットワーク、先ほどからずっとお話出てきてましたが、この代謝の分野でこの臓器官ネットワークがこの代謝向上性維持に非常に重要だということをずっと長年提唱してきました。ここにあるように臓器官ネットワークを、これから内閣府のホームページでこの目標2のところを見るとこれが出てるんですが、臓器官ネットワークを使ってシミュレーターを使ってみんながハッピーになるということをまあ目指しているわけで、まあ、まさにこういう臓器官ネットワークを活用していこうと思っています。でその、まあ、特に我々のオリジナルはここの神経でして、例えばベータ細胞を増やしたり機能を良くしたりするような臓器官神経ネットワークが体の中に備わっている、あるいは代謝を更新した油を燃やすというような仕組みがあるというようなこと、ここに神経が絡んでいるんだということを、まあ、これまで見つけてきたわけです。で今回この光電学とそれから、まあ、物質化学とそれから、物理学、まあ、これを、まあ、合併融合することで膵臓に投射する迷走神経だけを任意の時間時に活性化するというのは、まあ、マウスモデルを作ることができ、それをやりますと、それをかけた途端に、まあ、インスリン分泌がこのように糖糖性に更新して血糖値が下がると、まあ、これは β 細胞の質を改善するということにつながること、神経がその役割を持っているんだということが分かってきました。
またこれを2週間続けて、まあ、慢性的に刺激を加えると、これはインスリン染色なので、このポチポチポチとあるのがこれランゲルハンストなんですが、膵臓全体の中でこうものの見事にランゲルハンストが増えている、1個のランゲルハンストもこのように大きくなっているというのがお分かりいただけると思いますが、量としても増やすことができるという神経の、まあ、パワーを見ることができました。さらに、インスリン欠乏性の糖尿病のモデルでこれを行いますと、糖尿病の発症を、まあ、このように予防するということもで、見ることができ、糖尿病予防の、まあ、POC が取れたというふうに考えています。まあ、これを猿や人での応用、あるいは、化合物で制御する、これどういうことかというと、ここの分子基準を解明して、ここをうまく回して、まあ、糖尿病やあるいは肥満を治していこうと、まあ、そういうことを考えているわけです。これがうまく活用できれば、自分の仕組みと自分の細胞を使ってあるべき膵臓の中でベータ細胞を増やし機能を高めるというような、まあ臓器間ネットワークを活用した、まあ、予防法につなげていくことができるんじゃないかということを考えています。で、じゃあこの仕組みが脳に入っていくと脳の中ではどうなるか、これは脳科学 の、 専門の名古屋大学の中村先生にがいろいろ検討しているんですが、まあ、彼が特にやろうとしているのはこの、エネルギー代謝の更新ですね、まあ、ヒートと書いてありますが、熱としてエネルギーをこう燃やして外へ出してしまうと、まあ、そういう仕組みの中に、例えばオキシトシンニューロンが意味を持っている、あるいは、まあ、これは JST ニュースで、まあ、ムーンショットの成果として、取り上げていただいてますし、また EP3 ニューロンが、その、マスター神経細胞として大事だと、まあ、これも、最近このようにムーンショットの成果として報道もされています。まあ、そのようなことが、まあ、こちらエネルギーを燃やす方ではだいぶ分かってきたということになります。じゃあ、先ほどから話題に出ます未病とは何ぞやということになるわけです。でこれは私自身の10年ほど前の、CGM の結果、これは何かというと、皮下間質液中のブドウ糖濃度の推移です。これ私に昼ご飯晩ご飯食べてますが、これ見てお分かりのように、まあ、まあ大体血糖値と同じぐらいというふうに考えると、まあ、物を食べても食べなくても、この辺絶食だったんですね、朝食べてないんで、まあ、そのような状況でも基本的には血糖値に大きな変動はないわけです。まあ、これを見てしまうと、先ほどから話している糖に応答してインスリンが出る、すなわち血糖値が上がったからインスリンが出るんだという後追いのシステムだけでは正常は語れないということになるわけで、このメカニズムが狂ってくることが場合によったら、その、まあ、未病状態 の、 スタートなんではないかというようなことに気がつくわけです。で実際に体の中の血液の中の糖分をこのように計算してみますと、例えば体重60キロの人では、全身の血液取ってきてもブドウ糖の 量はたった4グラムです。で食事は例えばこんなものを食べると800キロカロリーだと、まあ、200グラムのブドウ糖換算になりますので、下げるメカニズムがなければあっという間に4000に上がってしまうはずで、でそれの本当に数パーセントの誤差が、糖尿病になるのかどうかを決めているというようなことになるわけです。私は昔、まあ、体の中に大きなバッファーがあって、物を食べて物を使って、ね、それを使って、まあ、なかなか血糖値はぶれないですよと、こういうような絵を考えていたんですが、決してそうではなくて、毎食毎食ドラム缶からドーンと水を入れるような食事が入ってきても、ここのたらいの中の水面の高さは、まあ、一切動かない、こういうような、まあ、驚くべきメカニズムを体が持っているということになります。じゃあまあ、このように正常からちょっと乱れてくる、まあ、この辺が未病期なんでしょう、これが大きく乱れるようになると糖尿病なんでしょうと、まあ、こういうようなことになるわけですけれども、実際臨床ではどうやって診断するかというと、75グラム糖負荷試験というのを行って、でお腹の空いた時の血糖値と、それから負荷2時間後の血糖値をこのように書いて、このあなたは正常型です、境界型です、糖尿病型ですと診断しています。で未病を見ていく、まあ、その前に正常を知ろう、じゃあこの正常型とは何なのかというのを、まあ、見てみることにしました。でこの大挟ま保護法というのは、私たち20年ぐらい前にこう参画させていただいて、もともと高血圧の広報と WHO の高血圧の基準策定に寄与した日本でも有数の広報とです。でこちらのところで我々が入らせていただいた時から、この糖負荷試験の形式的データが蓄積できています。でこれを使って見てみますと、その先ほどの診断基準でとても、見ていない1時間値の、それもちょっと高い人と、低い人で比べたら、
その後のこの20年間のこれ生存曲線ですけども、生きている人の割合が全然違うんですね。例えば20年経った時に170を超えている人たちはまあ半分ぐらいしか生きてないけれど、170未満の人たちはまあ8割ぐらい生きているというようなことで、もうここの時点で糖尿病でもない正常型と言われているところの人たちの中で寿命ということには大きな違いがあるということが分かってきました。でその死因として見てみれば、その関係があると言われている、動脈硬化や心血管死のみならず、悪性腫瘍の死亡も非常に、ハザードレーション 2.5 倍ということで、その高い方は正常型であっても、寿命が短いということになりますので、糖尿病と動脈硬化、悪性腫瘍に、共通するような発症基盤があるんじゃないか、それをこれが、サロゲートマーカーとして見ることができているんじゃないかというようなことが考えられます。じゃあその孵化した後の血糖値の上昇というのは何が決めているのか。もちろん先ほど話したインスリン分泌不全やインスリン抵抗性もあるでしょう。それに加えて普通に考えると、食べたものは肝臓を通って末梢へ流れていく、インスリンも膵臓から門脈通って肝臓まず入って、それから末梢へ流れていく。とすると末梢血で調べているこういうものはここを通った後の残りかすに過ぎません。ですので、ひょっとしたらここの肝臓がこういうような働きをして末梢に流れてくるブドウ糖の量を制御している、ここのところは大きな役割があるのではないかと、いうようなことを想像したりしています。でそれはそれであるならば、実際に肝臓での糖処理能というものを簡便に見ていきたいというふうに思うわけです。でこれはですね、安定同位体のブドウ糖をちょっと飲んで、その後、今15分にしてますが、15分の、二酸化炭素の排出量、この同位体、ブドウ糖由来の排出量を見てます。そうしますと、肝臓に入ったブドウ糖は、グリコーゲンになりますので二酸化炭素にならないんですね、短期的には。ですのでこの排出が少ない人は、末梢へ流れていく血糖値も低い、血糖も少なくて実際血糖値も上がらない、で肝臓でのインスリン作用は高いというようなことが見事に見ることができましたので、これ今資材化していますけれども、こういうようなちょっと飲んでちょっと息を吐くというだけで、ここの中を調べるというようなことが実際に人でできるようなところまで来ています。じゃあ、これをうまく解析していくことで、この肝臓をターゲットにして糖尿病、動脈硬化、悪性腫瘍に共通するメカニズムやそれの治療法、予防法というものを開発していきたいというふうに考えているところです。ちょっと関連して、肝臓で今お話したインスリン作用が落ちると、最近我々はこの脳のレプチンの作用も一緒になって落ちるんだということを見出すことが、これモデルマウスで見出すことができました。でこれはですね、このシステムを切っておきますと、このマウス、ちょっと食事が少ないような状況で飼育すれば普通なら生きているはずが、このようにどんどん死んでいくんですね。なのでこのシステムというのは、餌が少ない時にエネルギー消費を節約するような臓器官ネットワークなわけなんですけれども、それが、普段ならば、餌の少ない時代ならばよかったところが、今だと肝臓のインスリン作用が落ちるような糖尿病のその未病段階の時には、食欲が抑えられなくなってどん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 悪化していくと、こういうところにもつながってくるんだというようなことが分かりつつあります。なので、多くの臓器が血糖維持に関与してますよ。でその臓器をバラバラに見るんではなくて、それはネットワークで見ないといけませんよ。でなおかつ人それぞれ糖尿病、一口に糖尿病といっても、その臓器の、障害の寄与度というのが全く違いますよというようなことが、見えてくるわけです。そうするとここで数理の出番でして、数理の先生たちになんとかその人によって その臓器の寄与度の違いというのを、数値化できませんかということをお願いして、いっぱいいろんなことを議論しながら進めています。で3臓器モデル、9臓器モデルというのを作っていただき、その上で現在、糖負荷試験後 この血糖値の上昇を、どこの臓器がどういうふうに寄与しているかということをパラメータ設定していくことで、見出していくというような、まだこれ完全ではないんですが、シミュレーターが今少しずつできつつある、データを積み重ねながらこれを精緻化していくということを考えています。またマウスでいろんな死亡症、これはもう本当に単なる一つのモデルなので、これだけで糖尿病すべてが語れるとはとても言いませんが、データをいろいろ取っていって、今お話した人のデータとマウスのデータと組み合わせながら、この進展の具合というものを見ていこうと考えているわけです。
もう時間ちょっとですが、併発疾患の話を少しさせてください。こちらの方は特に心不全に重点を置いてこのチームでは研究を進めています。で糖尿病自体が、心不全から見ると未病気なんだと思うんですが、心不全というのは一旦起こってしまうと、心臓の機能を回復させてもどん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 ただただ、こう悪くなっていくに過ぎないということが知られています。で千葉大学の真鍋先生たちはですね、この心不全のマウスから、骨髄取って骨髄移植をすると、心不全まで移植されてしまう、6ヶ月後なんですが心不全まで移植されてしまうというようなことを見出していまして、これがその心臓とそれからそれ以外の臓器の多病につながるんだということが分かってきています。そうすると骨髄まで治さないと心不全は治らないということを意味するんだと思います。また東京大学の藤井先生たちは、こう握る心電図あるいは時計型の心電腕時計型の心電図をつけると、彼らが開発したアルゴリズムで、ゴールデンスタンダードと言われている BNP の数値よりも、感度よく、心不全を検出することができる、前向き臨床試験や実装に向けた取り組みが実際に今、治験であったり FDA と交渉してたりというようなことが進んでいる段階にあるわけです。今日はこの赤で示したところだけお話をさせていただきましたが、それ以外にも今いろんな研究が進んできて、今朝も、インプレスになったというような、話もいただいたりもして喜んでいるところです。このように臓器官ネットワークをシミュレーションして最後みんながハッピーになるということだったんですが、じゃあハッピーになるって何なのか、その未来社会像として考えることは、腕時計型であったり、息を吐いたりそういうような能動的なこと、あるいはもうひょっとすると非能動的にその人は気づかないうちにあなたは糖尿病予備軍ですよ、肝臓の処理はちょっとやばくなってきましたよ、併発疾患ですよ、そういうようなことをお伝えして、で我々が今独自に開発を進めている臓器官ネットワークでの、活用した治療であったり、肝臓や骨髄を含めた治療を開発していくことで元に戻すというようなことを目指していこう。